盤生物ブラックテリナ。その正体は、円盤生物ブラックテリナから無数の美しい貝が吐き出された。ブラックスターから呪いを込めてウルトラマンレオに贈られた美しいプレゼント、テリナ Q。お姉さん、それちょうだい。ダメよ。Q に自分の名前を彫り込もうとした女もテリナ Q に襲われた。これを集めるとね、幸せになれるの。まさか。本当よ。私も欲しいな。いやよ。私一生懸命探して集めたんだから。さよなら。キキーだ。マリちゃん、今日は残業で遅くなります。
お母さんを待たないで先にご飯を食べてください。おかわり。はい。もしもし、深山ですが。あ、あゆみちゃん、マリコよ。おばさんいる？あのね、お母さんがさっき工場で怪我をしたの。え？お母さん、お母さん。どうしたの？マリコちゃんのお母さんが工場で怪我をしてお母さんの病院に運ばれたんだって。マリコちゃんの？マリコちゃん、お母さんと二人きりなんだよ。もしもし？はい。え？手術？あ、大丈夫よ。心配しないで。おばさんがすぐ病院来ますからね。え？はい、はい、はい。じゃあ僕は車で。あ、そう。大丈夫かしら？うん。お母さんを助けてください。お母さんを助けてください。お母さんを助けてください。マリコちゃん、やあ、あゆみちゃんのうちのあゆみちゃんのお母さんも来てからもう大丈夫だよ。あゆみちゃん家行こうか。あゆみちゃん待ってるよ。今夜泊まればここにいる。寒くない？じゃあ手術が済むまでお兄ちゃんと話をしようか。あゆみちゃんから聞いたんだけど、マリコちゃんは桜貝の石を5つも持ってんだって？うん、持ってるわよ。あ、綺麗だな。これはたくさん集めると幸せになれるの。じゃあきっとお母さんも大丈夫だよ。うん、お母さんを助けてください。お母さんを助けてください。マリコちゃん、マリコちゃん大丈夫よ。お母さん手術終わったわ。本当？そうね。2週間も入院したらお家へ帰れるわ。ありがとう、おばさん。ほら、言ったろ。よかったわね。大した怪我じゃなくて。さあ、お母さんとこ行きましょうね。うん。お母さん。まだお薬が。でもね、朝になったら笑って返事してくださるわ。お母さん、お母さん、みんなが幸せになりますように、みんなが幸せになりますように。お母さん、お母さん、これあげる。いいの？あんなに大事にしていたのに。うん。まあ、綺麗ね。おばさーん。あら、マリコちゃん。どうしたの？おばさん、これあげる。あら。それからこれは、お母さんの手術をしてくださった先生に。よー、ありがとう。綺麗ね。本当？いいの？うん、あげる。ありがとう。少女の美しい宝物はこうしてみんなに分けられた。円盤生物ブラックテリナが撒き散らした無数のテリナ球を拾った人は他にもたくさんいたのだ。そしてその夜、東京の上空2000メートルに静止していた謎の円盤生物ブラックテリナが光り始めた。
じゃないですよ。あんたはね、この店で僕を刺そうとしたんだ。本当ですか？あんた誰？医者です。医者？ええ。ん？あ、それ私のです。うちの病院の不調から、いや、私が手術した患者さんの子供が不調にことづけてくれて。どうしたんです？これ、貸してくれませんか？別に構いません。あ、光るテリナ Q を体につけていた者が、ブラックテリナによって、まるでロボットのように動かされていることを、大鳥源は知らなかった。やっぱりこれが原因だ。光り続ける美しい石テリナ Q の回収を開始した。それは子供がくれたんです。返してください。あゆみちゃん、本当にさ、あゆみちゃんはめ、どうしたの？あゆみちゃんどこ行ったんだ？お化けマンションに行ったよ。大丈夫？あゆみちゃん！
マリコちゃん、マリコちゃん、桜貝の石は、あれを体につけると大変なことになるんだ。嘘。嘘じゃない。どこやったの？それかい。違う。あ、マリコちゃん、これは絶対触っちゃいけないよ。いいね。
あゆみちゃん。怖いわ。あゆみちゃん、マリコちゃん。二人とも目をつぶってごらん。早く。さ、手を出して。はい。はい。もういいよ。わあ、本当の桜貝だ。綺麗だわ。綺麗ね。ありがとう、お兄ちゃん。お母さんもうすぐ退院なんだろ。そうよ。じゃあね、これはお母さん。ありがとう。よかったわね、マリコちゃん。はい、行きましょう。円盤生物ブラックテリナの恐ろしい計画は失敗した。しかし有性円盤ブラックスターはウルトラマンレオを狙い続けているのだ。私は予言する。ウルトラマンレオの死を、日本列島の最後を発信せよ、サタンモア。偶然親友ヒロシに会ったゲン。しかし昔の友情はもうなかった。一人ぽっちになったゲン。またもブラックスターから恐怖の大海峡サタンモアが開い、炎の中に突っ走っていくゲン。戦い、平和のために、二人の友情のために、来週もみんなで見よう、ウルトラマンレオ。